山風は大日本帝国海軍の駆逐艦で海風型駆逐艦の2番艦である。同盟艦に白梅型駆逐艦の山風があるため、こちらは山風や山風愛などと表記される。浸水前の山風、海風型駆逐艦は日本海軍の駆逐艦として蒸気タービンを最初に採用した画期的艦艇であった。基本計画番号は F9 で 本館の歌唱館名は、皇后大駆逐館。1909年8月28日、三菱合資会社と製造契約を締結。同年11月15日、皇后大駆逐館は、山風と命名される。1910年6月1日、三菱長崎造船所で寄港。1911年1月21日、浸水。浸水前の写真では、 菊の拷問章がついているのが確認できる。完成時には取り外されてはいるが、これは駆逐艦に菊の拷問章がつけられた唯一の事例である。全力行使中に計画出力を超えた3万、軸張り機と35.0ノットを発揮したという。同年10月21日、春行、同日府で駆逐艦に類別される。1912年8月28日、 駆逐艦に等級が付与され、本艦の等級は一等とされる。1915年3月5日、第16駆逐隊は沼津市に到着。沼津御用邸沖合に停泊する。3月6日、広人新王は山風をおし駆逐艦として、三保の松原に向かう。3月7日、広人新王は山風に上艦して、駿河湾を遊覧。 訓練では自ら魚雷発射を試みた。3月8日、任務を終えた1 6るは、横須賀に向かった。第一次世界大戦では、第一、南図海主体所属で、南洋軍島方面攻略に参加。1918年のシベリア出兵では、宴会終辺岸警備に従事。1920年3月24日午前9時30分、九州地方行刑のため、 大正天皇皇太子は神戸港より戦艦、カトリに上艦する。海風型二石は他の具部艦と共に同行する。翌日有国艦隊は鹿児島に到着。翌日皇太子は鹿児島に上陸した。以後も山風以下艦隊は皇太子の九州行刑を護衛した。1926年11月29日官邸類別等級表に、 艦型が定められ、本艦の艦型は海風型とされる。同年12月1日から1928年12月10日まで、沈海洋行部に所属し、この間主に朝鮮半島で活動する。1930年6月1日、山風は駆逐艦石から除かれ総海底に類別変更。第8号総海底と解消した。百三十六年四月一日、 除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく第8号総改定に関するカテゴリー。ありがとうございます。